はい、こんにちは。ピースの渡辺でーす。2日間で補正約6台車の方をいただきました。軽自動車4台で、普通車が2台ですね。ワゴン R、ライフ、ライフ、ムーブ、キューブ、サニーですね。こちら6台ご制約、いただきました。ありがとうございます。はい、こちらの車は、昨日ですね、うちで昨日もね、入荷の方がね、かなり入ってますね。 EK ワゴン、こちら乗り出しがね、車代32万円で40万5000円で車検2年付きで販売しております。22年モデルの EK ワゴンですね。まだまだ現役ですね。昨日入荷がね、何台だろう、かなりあったな。どこかな、こういったのが。6月もね、末になってきて、やっと忙しくなってきましたね。あ、これですね。これがね、昨日入荷したての車たちです。ムーブが2つ入ってます。こちらもかなりお安いですね。16万円のムーブが2台、こちらとこちら。これはね、18年式で8万8000キロです。車検込み込みで22万5000円。はい、こちらのクロムーブ、こちらのも、17年式で距離が13万8000キロですね。車検2年付き込み込みで22万5000円で乗れます。それとね、もう1台機能入ってますよ。はい、こちらのライフですね。20年式ですね。12万1000キロ。こちらのも車代は16万円です。込み込みでね、22万5000円で、こちらもすぐ乗れるようにもうね、整っておりますので。もうね、今の時期はね、毎日入荷してますのでね、いろんなお買い得なお車が入ってきますよ。車の中古車相場っていうのがこう結構ね、変動があるんですね。で、2月3月4月っていう車が一番こう動く時期、中古車市場もすごい活発に動いてる時期があるんですけど、その時っていうか一番こう車の値段が高いんですね、オークションでも。で、それを過ぎてくるとね、5月6月になってくるとオークション相場ってものすごく売りやすくなってくるんですよね。で、うちなんかでもね、その、まあ、基本としてはその相場で安い時にこう大量に入荷してくるっていう風なやり方でやってるんで、今のね、6月とか7月に今からなるんですけどはね、本当にこういいのがね、かなり格安で手に入るなっていうような時期ですね。いろんなのがね、かなりね、入ってきますので、激安格安車たくさん入ってきますよ。値段がね、安いからダメなのかって言えばそうじゃないんで、ただただ相場でね、こうやっぱ需要がある時は高くて、需要がない時はこう安くなるっていうね、ほんと単純な仕組みになってますね。世の中の流れで本当にありますね。安いなって思う時期は本当安いんで、そういう時期に買った方が絶対得ですね。今からの時期はかなり中古車は買いの時期ですね。お買い得に買えると思いますね。まあ、ピースではね、安く入荷できたものは安く販売できるようにやってますので、ぜひぜひ何かね、激安車、格安車をお探しの場合、ピースまでどうぞご検討いただければなと思います。じゃあね、バイバーイ。